お、誰かが雪かきをしてくれたんだ。なんか雪がなくなってる。それでね、今18時30分。雪は雨に変わったね。なんか雨に変わった。ああ、だからね、夜中はもう積もらないんじゃないかな。結構ほら、なんか桜の木にこう雪が乗っかってたりね、雪はあるな、でもな、ね。でも柔らかいね。なんか、これ雨に変わったしすぐ溶けるんじゃないかな。そんな感じがする。それで、どのぐらい積もったか、ちょっとね、この辺のとこで測ってみますか。この辺でね、どっか測りやすいところを。それでも雪が柔らかいからね、なんかね、ブスッとこうブジュッといくよ。この辺でこの辺で測ってみるか。ちょっとね、このメジャーをさ、ここにこうブスッとブスッと入れればいいんじゃない。これね、入らない。ほら、いた。結構入るな。結構入る。ほら、まあこう、こういう風にしてもっと入るか。ちょっとこう入れてみよう。もう一回、ここまでだ。ほら、11センチ、11センチ入る。すごい。もっと違うところで測るか。違うところで、この辺、まあ同じだと思うけどね、この辺でもね、11センチってとこですかね。12が見えてるからね、11センチ。もう結構積もったよ。ほらね、ここはどう、ここはそうでもないか。あ、ここはそうでもない。なんか場所によって違うね。ここは8センチだ。ほら、8ね。でもまあ10センチからそのぐらいは積もったんだ。おお、なんか雪景色。でも東京はこんなでもってヒーヒー言っちゃうからね。まあね、もっと豪雪地帯っていうんですか、東北の方の人にしてみりゃね、こんなの、まあ、雪のうちに入らないのかもしれないけど、いや、明日はこれな、バリバリに凍るかもしれないね。明日朝早朝通勤する人はね、要注意ですよ。言っても明日早朝通勤あんの、あんのかな、ないよね。でも分かんないな、休日でも出る人もいるからな、そういう人は要注意です。